ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、よー一時百角。人材の育成は大きな利益をもたらすという例え。一樹とは一本の木を植えることで、百角とは百倍の収穫を表します。つまり、人材育成にはお金がかかるけれども、大きな計画を達成するためには必要不可欠であり、それは後で利益となって返ってくるものであると言っています。中国春秋時代、姓の名宰相管仲は、人材育成の重要性を次のように説いています。一年で収穫を得ようとするなら穀物を植えることだ。10年先のことを考えるなら樹木を植えることだ。生涯を見据えるなら良き人材を育てるに越したことはない。人材育成の重要性は皮肉にも管仲が死んだ後にわかることになります。覇者となった姓の管仲は管仲の死後、3人の寧臣を起用し、国政は乱れます。その管仲も病気になると、部屋に閉じ込められ、餓死してしまい、遺体は放置され、ついには扉から蛆が這い出してきたと言われています。人材がいかに大事かってことだよね。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.今日のチェックポイント。root 植物の根。education 教育。bitter 苦い。古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉です。人を育てるのがうまい会社ほど業績は伸びるものだよね。経営者は将来を見据えてしっかりとした人材育成に力を入れていきましょう。将来きっと素敵な花が咲き誇っているはずだよ。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!